ヨハン・ボルフガング・ゲーテ大学フランクフルト・アム・マイン。ヨハン・ボルフガング・ゲーテ大学フランクフルト・アム・マインは、ドイツヘッセン州のフランクフルト・アム・マインにある、公立大学。2009年冬学期の時点で3万8000名以上の学生を抱え、学生数では、ドイツ一の大学である。16の専攻分野、170科目を600名以上の教授が担当している。 大学の名称は、当地出身の作家ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテにちなんだものであり、2008年6月1日からは、ゲーテ大学フランクフルト・アム・マインの短縮表記も用いられている。単にゲーテ大学と呼ばれることもある。本項目では、日本や北米で広く使われている通称である、フランクフルト大学を用いる。フランクフルト大学は、大きく4つのキャンパスに分かれている。 ベストエントキャンパスは、1931年に IG、ファルベンインドストリーの本部ビルとして建設され、戦後はドイツ最統一までの間アメリカ占領軍の本部となっていた IG ファルベンハウス使用している。このほか、ボッケンハイムのギンハイマーラント通りにある運動場、植物園を備えたのバイオキャンパス、地区の美術資料館などの施設が、フランクフルト市内及び近郊に分している。 の拡張就任以来大規模なキャンパス移転が始まっている運動場を除く分散所施設及びボッケンハイムキャンパスは廃止され他の3つのキャンパスに集約されることになっているフランクフルト大学では以下の16の専攻分野を開講しているイギリスの新聞タイムズが発行するザタイムズハイヤーエデュケーションサプリメントは毎年発表している 大学ランキング、ザ・タイムズ・ファイヤー・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスの2008年版において、フランクフルト大学を世界のベスト200に入る大学であるとしている。大学の創立は、フランクフルトの上級市長であったの尽力に遡る。アディッケスの希望は、フランクフルトに工業会社を誘致することのほか、文化、教育を支援することであった。この目的のため、アディッケスは、 大学の設置に結びつくすべての動きを支援した。アディッケスのパートナーとなったのは、メタルゲゼルシャフとメトルゲシルシャフと京野の創立者であるで、メルトンも、やはり、商業と工業だけでなく、社会の豊かさと学問の間にも分かちがたい関係があるという確信を持っていた。こうして、メルトンが資金を注ぎ込んだ社会、商業科学アカデミーが1901年に創設された。 このアカデミーは同様に資金提供を受けて設立された他の研究所、施設と並んで、後にフランクフルト大学の母体となる役割を果たすものとなった。ハンナルイーズ・ロート・シルトが1890年に大学主会員、通称カロリヌム・キャロルイナムを開設。11年後にフランクフルト市は,は書籍賞の遺産より200万ライヒスマルクの寄贈を受け、これを フランツ・ワディッケスはすぐに施設の建設に注ぎ込んだ。さらに銀行家の未亡人フランチスカが伝染病の研究所を設立するための資金を提供した。この研究所には後にノーベル賞受賞者となるパウル・エールリヒが1906年に所長として就任している。フランチスカからの資金によって大学設立のための資本は1、400万、マルク以上にもなり、 当時のプロイセン王国において、ベルリンと並んで、最も設備の整った大学をフランクフルトに設置出る条件が出揃うことになった。アディッケストメルトンは、所管するプロイセンの議会やフランクフルト市評議会の反対に打ち勝ち、1914年に皇帝ウィルヘルム二世から基金により運営する大学以下、基金大学開校の認可を引き出すに至った。こうして、 同年の10月18日に正式にフランクフルト大学が設立された。皇帝は第一次世界大戦勃発のため開校の式典に出席できなかったが、学長のは44名の学生たちを握手で迎え入れた。最初の学期となる1914年の冬学期は50名の教授陣が講義を担当し、618名の学生、うち女子100名が新たに入学した。 画期的だったのはユダヤ人の教授が教鞭を取る初の大学となったことであり、これはその多くがユダヤ人だった出資者たちの強い希望でもあ。第一次世界大戦の敗戦によって基金の資産は壊滅的な打撃を受けたが、それでもフランクフル都市とプロイセン政府との間で取り交わされた大学の協定は財政的な問題とは無縁だった。大学理事会。 および、フランクフルト市と出資者の一族たちが、発言権を持っていた会議によって、市と大学側のつながりも確保されていた。1918年から1932年の短い間、大学は大きく花開く時期を迎え、専攻分野が広がるとともに、重要な学者が次々に招聘された。1916年にがフランクフルト発の教育学の教員に、 1919年にはフランツ・オッペンハイマーが全ドイツで最初の社会学教員となり、1930年にはカールマンハイムがオッペンハイマーの後を継いだ。1920年には物理学者のがフランクフルトに移っており、さらに後のノーベル賞受賞者であるマックス・フォン・ラウエとマックス・ボルンも自然科学専攻の立ち上げに貢献した。 カール・ジーゲルも1922年から1938年に教授を務めており、1964年には大学創立50周年記念の数学セミナーで講演している。1924年、バイル家の肝入りでが創立される。所長には経済学、社会学専攻の教授を兼ねていたが任ぜられた。1930年にはグリュンベルクの公認として、 フランクフルト学派を代表する学者の一人であるマックス・ホルクハイマーが就任。1932年からはヨハン・ボルフガング・ゲーテ大学の名称を冠するようになり、フランツ・ローゼンツ・バイクやマルティン・ブーバーらのユダヤ人学者、福音主義進学のパウル・ティリッヒなどが教団に立った。学生の数は1923年までに5000名以上に増加した。大部分は 中流層の出身で、公務員、教師、農業、商事主、商人、自営業種や会社員などの指定が多かった。ユダヤ人学生の比率も、他大学と比較して極めて高く、キリスト教系学生団体に所属する学生の割合は非常に低かった。1930年には、後に、最近学者となるが女子学生として初めて、フランクフルト学における、 教授資格、所得者となった。アドルフ・ヒトラーが1933年に政権を、掌握後、他の大学同様に、フランクフルト大学もグライヒシャルトゥングに従った。これは、ユダヤ主義、マルクス主義の大学と呼ばれて、平行に追い込まる危険を避けるべくしての一面もあった。1933年には、市内で、学生参加による文書が行われた。 355名の教員中109名が人種的、政治的な理由でその職を解かれ、また学生のうち社会主義者、共産主義者、ユダヤ人の66名が大学を割れた。ナチスドイツ時代にドイツの各大学が失った学生、教員の数は平均して約15%であるが、フランクフルト大学においてはその割合は3分の1に上った。戦後、 アメリカ軍西部は当初大学の閉校を予定していた。しかしながら行動する市長ことと新たに学長に就任したゲオルク・ホーマンはフランクフルト大学を総合大学として認可する提案を1945年秋に出した。アメリカ軍のトップの支援や政治と関わりのない学者たち、市の上層部の尽力も手伝って大学はついに1946年2月1日に 再開した。ホーマンの公認で、アメリカの捕虜収容所より帰還した法学者、バルター・ハルシュタイン、当時の文化大臣で後に学長となるフランツベーム、また、アメリカからフランクフルトに戻ったマックス・ホルクハイマー、1951年から1953年まで学長、その後社会研究所所長歴任らは、新たに勝ち取った学問の自由や、 大学の自治を発展させるとに尽力した。アメリカ軍占領地域内の他の大学と共に、フランクフルト大学にもそれまでなかった進学部が設置され、倫理的な問題、必要とあれば、政治的な問題にも対して総合的に関わる校がなされるようになった。同時に大学を世界に向けて開くことも図られ、1949年には、シカゴの数大学から教授陣、 学生たちの代表団がフランクフルトを訪問した。1953年、ヘッセン州はプロイセン時代の旧ヘッセンイコールナッサウ州の債務を引き受けることになり、これによってフランクフルト大学は1967年に基金大学から州立大学へ転換した。しかしながら、大学の変革をもたらしたのは、市の財政が後退したためだけではなかった。 フランクフルト教育大学によって大学がカール・マルクス大学すべてが発言権、決定権を持つことを支持し1970年5月12日成立のヘッセン州大学法の中で学生側の要求が受け入れられる形になった。セディ FDP 連立の州政府による2000年の大学改革によりフランクフルト大学は各地グループによる協調から大学理事会による 集中運営方式に差し戻され、ルドルフ・シュタインベルク学長は特に重点を置く分野を設定し、学問と教育の質を高めるためのプログラムを主導した。2005年からドイツ大学改革の一環として始まったエリート大学養成プログラムエクセレンスイニシアティブに応募したものの落選となった。第二期のプログラムでは以下の三つの学内研究ネットワークが 研究クラスター構築構想として女性の対象になった。これにより、フランクフルト大学は、心肺系先進研究センターの設置、及び年間1、400万ユーロの追加の研究資金を5年間に渡って支給を受けることが認められた。資金は25%を、ヘッセン州が75%を連邦が負担した。その後、大学評議会は、 集中的な聴聞会を重ねた結果、条件付きで大学を再び基金大学へ転換することを2007年2月14日に決定した。この歩みによってフランクフルト大学は出資者の伝統を継続することを目指したのである。大学側にとっての利点は何より出資者、支援者の数を増やせる可能性が高くなること、そして 大学の自治を拡大することができるという点であった。この転換の計画については、大学側が出した声明の中に記され、2001年時点での大学発展計画を継続するものであった。その声明では、フランクフルト大学は2001年の大学発展計画において、幅広い専門分野を基礎に、研究、教育において最高の業績を上げ、 アカデミックの分野においてリーダー的な立場に立つとを目標とするとしている。計画ではフランクフルト大学の法律的な位置づけを広報上の基金大学へ変更することとなっていた。それまでは民法上の基金という形式が議論されていたが、この選択肢は実現不可能として破棄された。基金大学科に際し、中立大学としてはかなりの自治権を フランクフルト大学に与えている、ヘッセン州大学法の変更も伴うことになったが、最終的には、フランクフルト大学は、広報上の基金額となった後も、州立大学としての地位にも止まること、また法律上の位置づけが変わっても引き続き、ヘッセン州大学法の統制下にあることが、決定された。大学側が目指したのは、これまた、ヘッセン州大学法の定めるところからは、外れる。 大学の初期間が独自のルールを決定できるようにすることであった。これによって、例えば以下のような分野で自治権を発揮することが可能となった。一方で、基金大学に戻ることについては批判の声も多かった。学生代表や労働組合代表などは、大学の法律上の位置づけが変わることで、 大学へ寄付をする個人の特殊家たちの影響が強くなり、結果として、研究、教育の自由が制限され、偏ったイデオロギーを植え付けられ、また共同研究者たちの労働条件も悪化する可能性があると懸念した。2008年1月1日をもって、フランクフルト大学は、広報上の基金大学へ正式に回期した。2008年6月1日より、 大学名の主たる表記として、ゲーテ大学フランクフルトアムマインを採用するようになった。大学のロゴもこれに合わせて変更された。これにより、格好悪いと思われていた、ジャワグーという短縮型は使用されなくなり、ロゴはゲーテの部分がさらに強調されたものになった。この変更は2008年末までの移行期間のうちに順を追って実施された。ただし、正式名称は、 ヨハン・ボルフガング・メーテ大学フランクフルト・アム・マインのままで変わっていない。基金大学への会期に尽力したルドルフ・シュタインベルクは学長の任期を一期半務めた後2008年末に退任した。公認の学長としてが選出された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。